本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらスピーカーやイヤホン、カーオーディオシステムから流れてくる、この乗ってくるノイズ音、干渉音、この問題、なんとかしたいと思っていませんか？音質をもう少し上げたいと、こういった悩みを抱えている皆様、今日はリスニング体験を次のレベルに引き上げる素晴らしい製品をご紹介します。この動画では、ブランドループアイソレーター、こちらの使用、使ってみた感想を紹介します。はい、こちらが商品です。とても小さいです。上げていきます。本当にシンプルです。トリセツ。こちらが端子です。そして本体、これくらいの大きさです。とても軽いです。スピーカーから出るザーザーをジジオにうんざりしていませんか？ここでイライラする邪魔な音からさよならをしましょう。グランドループアイソレーターはシンプルでありながら効果的な解決策で劇的に減らすことができます。効果が期待される場所、室内での音楽再生、工場の放送システム、録音スタジオ、放送室、カーオーディオシステム、ステージパフォーマンス、映画館やカラオケなどの場所で利用ができます。接続はめっちゃ簡単です。スピーカーの RCA 端子にこちらを差し込むだけで OK です。別途電源は必要ありません。操作一切不要で取り付けるだけでノイズを低減させます。仕組みや効果について説明します。まずノイズの原因はヘッドユニットとアンプなどを接続すると RCA ケーブルに電流が流れてしまいノイズが乗ります。こちらグランドループアイソレーターを使うことで RCA 入出力管に流れる余計な電流を絶縁分離、うまく信号などを通すことによってクリーンでノイズがないオーディオ信号に変わり音質が向上してきます。はい、この RCA ノイズフィルターはパソコン、タブレット、車用 CD プレイヤー、その他のスピーカーなど RCA ジャックを備えた全てのデバイスで動作します。家庭用オーディオ、プロ用のオーディオ設定、全てにこのグランドループアイソレーターが役立ちます。さて接続していきたいと思います。と思い立ったものの、監督致命的な見落としをしていました。端子を見ていきたいと思います。こちらでございます。赤白ケーブル、この端子ちょっと見ていきたいと思います。はい、ありませんね。まあ音声で言うとこれなんですけども、そして二つ目の PC、 さああるかあるかない、やっぱりもうこれになってるよね。あとモニター、こちらないよね。あとこちら、やっぱりもう HDMI になっている。スピーカーを持っているんですけど、はい、こちらスピーカー、ないね、ついてない。押し入れをいろいろと捜索してきました。プレイステーション4にもついていないし、ヘッドホンにもついていない。いろいろと探してきましたが、やはりない。そしてやっと今見つけてきました。こちらビデオデッキついております。そしてこちらが裏ですね。はい、こちらだと音声を収録できるのですが、ちょっと近場のですねリサイクルショップ行ったんですけども、やはり今の時代ビデオテープは売っていなかった。というわけで部屋の中をめちゃくちゃ探しました。見つけてきました。こちら以前ですねライバー生活した時に機材を買って、最終的に品不足ということでライバー生活が終わった後に届いたこのヤマハの H03、 なんとこちらなんですけども、ついていたー。というわけで今回こちらを使っていきたいと思います。音源はですね、はい、こちら USB 端子ですね、接続してこちらに接続をしていきます。で音楽がオーディオインターフェースに入ります。そしてスピーカーですね、コードが3つありますよね。 AC ジャックでございます。この AC ジャックを音を聞く際に使うこの音声の端子、はい、つけます。そして新しく買ってきたコード、まずこちらをですね、はい、つけます。そしてこの赤白、それにこれを使おうと思ったのですが、オスメスになってます。でこちら赤白メスなんですよ。こちらを見ますとつかないというわけなんですよね。というわけでかなり古いもの引っ張り出してきました。全部オスのコードです。はい、赤白行きました。ここからこちらグランドループアイソレーター使えます。オスメスなのでつけていきます。つながりました。つけていきます。そうすることでノイズを低減した音をこのスピーカーから聞くことができるというわけです。さてやっていきたいと思います。の前にまたこのアイソレーター外した状態で聞いてみます。それと比較していきたいと思います。はい、なんかノイズ鳴ってますね。では、いきます。アイソレーターをつけた時ですね。いきますよ。
というわけで、このアイソレーターをつなげることによって、ジリズさザーザー音ジジ音が抑えられるというわけですね。グランドループアイソレーター、ただちょっとつけるだけで音をクリアに聞くことができます。でここ穴があるというわけで、ネジを刺すことで壁に固定することもできるようになっております。注意点としましては、まあ、監督みたいにデジタル一本の方はですね、この音声対象なかなか見つからないので、自宅に例えばテレビですとか、この赤白のスピーカーがある方はですね、こちらをつなぐことによってボタン操作なし、つけるだけで音をきれいに聞くことができます。放送紙ですとか音響関係、こういったですねプロ用の機材を持っている方は使えますので、そういった時にこちらをつけることで今の音がノイズ、サー音、ザー音ですね、かなり抑えることができるものとなっております。というわけで現場からは以上です。はい、いかがだったでしょうか。この音声の RCA ケーブル、こちらのですね端子、こちらを差し込むだけでですね、すぐ効果を実感することができます。こちらを使って音響をアップグレードし、ぜひクリアな音質ライフを楽しみください。はい、この動画が良かったらぜひいいねを押すのを忘れずに、ためになる動画、より良い動画をどんどん共有していきますので、チャンネル登録がまだの方はぜひこの機会に。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。こういったお悩みを抱えていい、グランドス効果的な解決